はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、チューハイみたいなもんですね。ジーマの、ハニーキスという、ジーマでね、ジーマのハニー、まあ、蜂蜜系のやつが出てました。アルコール度数 4.5%、容量が 275ml。 ほんで原材料が香料と酸味料と着色料と炭酸ガスと書いてあります。これは2018年の10月か。大丈夫。賞味期限は大丈夫。ね。原産国がベトナムとなっております。久々に飲むな、ジーマ。それではいただきまーす。ジーマ。ジーマってあのあれだよね。普通のやつがリンゴ味のやつだよね。ジーマと。なんかリンゴっぽいな。なんかリンゴジュースっぽい。これリンゴジュースだこれ。なんかね、リンゴの炭酸ジュースにちょっと蜂蜜を加えたような味。うん、基本的にあのジーマの普通のやつと味はあんまり変わんないかな。ちょっとそれにまあ蜂蜜っぽい味が。加わったような。原材料の一部にリンゴ使用って書いてあるんで、リンゴジュースですね。普通のジーマに比べると、なんだろう、酸味がある。酸味があるような気がする。ちょっと酸っぱい、ほんのり酸っぱい。酸っぱいですね。ほんのり酸っぱくて、まああれか、あの似たようなもんだとジーマと似たようなジュース、スカイ、スミノフ。スミノフのアイスとか、あとスカイブルーとかありますけど。まあ、ジーマはそんなに甘くないんで、飲みやすい。スミノフアイスはすっげえ甘いんで、飲みにくい。いつものすっきりとしたジーマに蜂蜜フレーバーをブレンドって書いてありますね。まあでも、そんなに美味しいかって言われると、いやーって、普通のジーマの方がすっきりしてて飲みやすいかもわかんないですね。まあ大体そんなにジーマ自体あんまり美味しいかどうかって言われると別にそんな美味しくないんだけど、同じこういうタイプだったらあのコロナビールとかの方が好きではある。
まあ、スミノフアイスに比べればだいぶ、まあ、美味しいんだけど。あれ、スミノフアイスはちょっと甘すぎてね、美味しくない。で、あと容量が少ない。275ml しか入ってない。で、おまけに高い。1本これが250円ぐらいするからね。なんでこんなに高いのかって言われると、さあ、なんででしょうね。なんでこんなに高いの？これが250円とか。いや、コロナビールもそうなんだけど、コロナビールも普通に買うと250円とかするからね。まあ、なんか賞味期限間近のやつとかだと安いから、100、いくらで？ 150 円ぐらいで買えるのか。買えるんだけど。これは結局さ、コロナビールはあれ300、瓶のやつでも 350ml ぐらい入ってるんだよ。でもこれはね、そもそも 275ml しか入ってないんですよ。ね。量的に考えてももうあれだよね。なんでっていう。なんでそんな高いのって。さあ、わかりません。僕にもわかりません。ね。それだったら量多いコロナビール飲んだ方がいいわ。美味しいし。コクなし。甘み。まあ甘いか。でもそんな言うほど甘いかと言われると、まあ。香り。香りちょっと。まあいいか。はい。2332です。ご視聴ありがとうございました。